ああ、おはようございます。よく眠れましたかそう、よかった。あなたがこの神社で暮らすようになってから、一ヶ月くらいですか。肌ツヤも顔色も良くなって、だんだん回復してきましたね。あの時は、目に正気がなくて、 見た目もボロボロで、今にも死んでしまいそうでしたから、元気になってよかったです。ここの暮らしは慣れましたか古い建物ですから、多少の不便はありますが、何かあったら、何でもおっしゃってくださいね。買い物をしたい繁華街までは少し遠いですから、 わざわざあなたが行く必要はありませんよ。必要なものがあれば、外に行くついでに買ってきます。あなたはまだ本調子じゃないんですから。<laughs> 迷惑だなんて。私は、ずっとここに一人でしたから、あなたがいてくれて、すごく嬉しいんですよ。好きなだけ、ここにいていただいて構いません。 そろそろ社会復帰、ですか。<laughs> そんなに急ぐ必要はないと思いますが、何か理由があるんでしょうか。私への遠慮なら無用です。今はゆっくり療養することだけに集中してください。<laughs> そんなに、ここから出て行きたいのですか あなたがそこまでして出て行きたい外の世界は、そんなに素敵なものでしょうかあなたを売った親に、あなたをいじめる同僚と上司、あなたより他の女を選ぶ恋人。今まで誰も、あなたを大切にしてくれなかったじゃないですか。知っていますよ。あなたのことなら全部。 外の世界に戻っても、あなたはまた他人に傷つけられて、一人ぼっちになるだけです。ここなら、あなたを傷つけるものは何もない。一体何が不満なのですかここにいた方が、あなたは幸せになれるのですよ。<laughs> ああ、転んでしまって、痛くなかったですか。 逃げようとするから少し動けなくさせていただきました。びっくりさせてしまいましたね。あなたは私を人間の勘主と勘違いしていたようですが、私はここに祀られているよ子ですよ。なので、人ならざる力も使えるというわけです。あ<お> <laughs> 化け物を。 確かにその通りですねでもあなたもその化け物と同じ存在になりつつあると言ったらどうしますかよも物ヘグいといって読みの国の食べ物を食べると死者になってしまうという教えがあるんですがあれと同じですあなたは私と同じ食べ物をずっと と食べ続けていましたから、もうすでに、あなたは人で亡くなりつつあるんですよ。では最後の仕上げです。一緒に化け物になりましょう。本当はゆっくり鳴らす方が辛くないのですが、逃げようとするなら仕方がありません。難しくはないですよ。私の体液を取り込むだけですから。 さあ、口を開けて。強情ですね。では、無理やり開けさせるしかありません。唾液 <laughs>、飲<咳き>んじゃいましたね。どうです 苦しいですか高熱が出たみたいな感じでしょう。辛いでしょうから、寝てしまった方が楽ですよ。起きていても、どうせまともに動けないですし。こんな冷たい床ではかわいそうですから、布団に行きましょうか。はい。着きましたよ。ああ。 気を失うように寝ちゃいましたね。おやすみなさい。これで、あなたが起きた時には、永遠にあなたは、私のもの。死さえも私たちを分かつことはできません。愛していますよ。